ちゃんです。まさみです。めずです。とけさです。はい、今回ですけどもこちら土鍋に初挑戦しようかなと思ってます。前食器屋さん行った時に店主の人が土鍋は普通にやったらダメになっちゃうと、まずお粥を3回ぐらい作らないと土鍋としての力が発揮できないみたいなこと言ってたんですよ。だから今回は初土鍋に全員で挑戦しようかなと思ってましてね。まあ、これやっぱ使いこなしたいわけですよ。使えば使うほどなんか日々が入っていって何かが吸収してどんどん良くなっていくみたいな言っとって、また本当にそういう現象が起きるのかっていうのを今回ね、まあ、確かめていきたい。明治は知らないの土鍋使い方とか。全く知らないです。これなんか裏側やったっけ。ここやろ。ここは模様ができるっていう。そうそうそう、そういう現象起きるって聞いたんですよね。本当にそんなこと起きんのかっていうなんか僕らに分かんないんで、まあ、実際にちょっとこれでお粥を何回も作ってみようかなと思います。じゃあもう早速お粥作っていきますか。もうこれ作るのが簡単なんで、ニラと卵とご飯があればもうすぐできるんで、いきますね。メンジーご飯炊いとるよ。もう当然やねそれはもう毎回やってくれてるし、メンジーなあ。ええ、メンジーあれいつも段取りしてくれるメンジーが。どうしたメンジー今日は。なんていう顔したんだよ。やっていくか。はい、米炊けたみたいなんでやりますか。どうやってやるの。俺この前やってないよ。分からんだけど。まあでもロケマスター名人そこ任せるわ。いたるよ。あらすかもいい。第一金持っていく。いいねいいね。水を金持として。でかいなやっぱ土鍋。楽しみやなほんまに。どんな感じになるんか。これであとは金持すればいい。強火使ったらあかんねん。中火までやろ。中火までしか使ったらあかんみたいな言っとったよな。ほんまなんか鱗みたいな。ほら本当だ。あ、ほんまや。これが日々ってこと。でも裏って言ってなかったっすか。裏やろ。ここやろ。でもここもなんちゃう。早いっす。とりあえず行こうよ。じゃあ米入れます。ゴールドブックしようぜ。どういうこと。金持てやゴールドブックかよ。それが分かるやろ普通にな。ゴールドブックしようぜ。ゴールドブック行こうぜ。そうさ俺たち金もと YouTuber 鍋を使って金もと YouTuber 鍋を使って金稼ぐのさ。そんな行く。こっからこうしたらご飯だから3回に分けとかなかやな。まあ、とりあえず3回やるから。とりあえず軽く行こう。この感じで水っぽい方がいいって言ったら。そうそう、水がない。俺らがやった時少なかったから水を結構多めにして。こんなもんすかね。2つ目。まあいいじゃない。ここにそのままあそこパッパって出るだろ。溶かした方がやろ。せっかく目に割り持っていったり。お金でね、え？おぉ結構掘るところだ。おぉ掘り込んだ。金本や。金本下がんで。金本ナイス。おぉかっこいいな。混ぜ元。混ぜ元。めっちゃバーベキューに来た頼りになる男って感じだよ。味付け味付け味付け。味元しようぜ。しろ入ります。結構入れな。味濃いめでね。お、切り元。じゃあ俺水入れときます。結構多めに入れろって言ってたから水は。うわー掘り込め。いきます。じゃあで、火にかけて弱火ね。ちょっと時間かけていこうよ。まあ最初はね、はい、濃いめほぐして、もうこれであとはグツグツ煮るまで。確めとく。グツるまで。グツする。ヘラありますよ。ヘラは。とりあえずじゃあこれ一回箱蓋閉めて。ニラちょっと少ない。めっちゃ少ないね。ニラニラ切れてくれ。あ、おいしたお願いした。順番的にこれどっちが先やったっけ。まあ、どっちでもいいやん。ニラぶっこんでから卵てか出汁入れてないっすよね。まあ、一回ちょっと味付けは俺に任せて。わ、掘り込めや。わ、来た。金本いけ。掘り込め掘り込め金本。はい、掘り込め掘り込め金本。ちょっとオッケーいいね。まあちょっと温まってきたかなっていう感はあるで。これでいったらいいんじゃん。これ2個で足りるかな卵。うおーうまそう。で、オッケーできましたと。土鍋やると雰囲気出ますね。うん、まあいいんじゃない。米の分量と卵の分量と水の分量がちょっと合ってない気もするな。だいぶ水多かったんじゃないかなって説ある。まあまあしゃあないか。でも逆にここなんか麺とか出したらめっちゃうまそうやけどな。俺は麺。え、ほらパスタ。パスタ放り込むんや。え、これパスタじゃないやろ。普通ラーメンや。パスタじゃないそれ。いやでも一緒やで。パスタのフラン。まあ任せよ。もうそこは多分いけると思う。雑炊にパスタってちょっとほんまレアやんそれ。もう一回ちょっとそれが入れる。いいよ。一回とりあえず。おー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 。あ、うまそうやな。音ええな。音ええよ。うんうん、悪くないです。おー、これが結構もしかしたら食感的によくなるかもな。まあラーメン代わりやなこれ。うん、あ、海苔は海苔。海苔絶対合うやろ。まあ、いろんなの足してさ、水分が多すぎるから足していくのありかな。あれ味付け海苔好きやねん。しかもちぎりながら。うわー、いいな。うまっ。おー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 。まあこんなもんでね。
おお結構ドロッと出ますね。時間もあるんややっぱり、まあ、時間大事やな。あ、ぐちぐちきた。おお、ほんとだ、お前。あ、でもパスタが柔らかくなってたの。でも土鍋って多分熱するとめっちゃ熱くなるから熱がこぼる。そう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 、パスタがだからマジでヤバいかも今。めっちゃ今熱さに耐えたかもしれない。そう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 、いい感じ、うん、サウナ状態。はい、ダメだな。じゃあ一旦封印します。まあこれとりあえずしばらく置いとっていいんじゃない。あ、ドロドロなんて言ったり。おお、いやいやいや、パチパチしてますね。確かに確かに。あ、うまそう。うまそう。こういうとこせへんな。めっちゃ喜べてますね。ちょっとこれあれじゃない、温度下げた方がいいんじゃない。ボリューム下げます。もうこれが限界だもん。これだいぶ弱火やで。土鍋がだからめっちゃ火通すやん。これちょっと強いね、ほんま味見した方がいい。でもめっちゃ匂いやん。俺匂いで味わかるから大体。これうまいわ多分普通に、うん、あー確かに。おー匂いすげえ。これ絶対うまいと思う、うん、しかも逆にこの焦げとかうまいんかも。お焦げがマジいいかも。ちょめっちゃ匂いするやんこれ。ちょ全員ちょっと試食しよう。はい、オッケー。これで混ぜたら大体食べて。食べたらんかい。嘘やな、ちょっとでも何おもろい。全然味しない。じゃあ行きます。はい。おお、結構いいね、結構いいやぞ。でもこれいるやろ。あ、めっちゃいい匂いするやん、これお出汁自体が。おお、本当だ。これと醤油もっと足すか。おお、これ言ってもまあこの量やから。一気にこれ濃くなってんじゃない。うん。すげえなんかもうとろみ出たら。うん。まあ、そうやけど。もう雑炊じゃない。完全なる、うん。じゃあちょっともうちょっとだけ先追加して味見。大事だからこの味見が。美味しいっす。はい、じゃあパスタね、イメージ。硬いっす。ご飯だけいきますね。うまっ。え、全然違う、さっきと。劇的、うまい。変化、全然うまいっす。やっぱ味付けの取らないな。パスタ食べますね。いや、うまいっすよ。まあ、そのおかゆがうまかったらいいもんな。粉の味はすごいっす。お、できるこれで。オッケー、じゃあ、もう完成。めっちゃうまい。じゃあもういいんじゃない。完成じゃんこれ、はい、1杯目。うわうまそう。ブクブクとこいつ行こう。ほらほら膨らんだり。おおら、息しとる。生きとんやん、うん、すごくないこれ。ほんますごいねこれ、うん、え、前もこんなんやつとなってなかったやっぱ温度が違うやろな。全然違うと思う。じゃあとりあえず土鍋おかゆ完成です。1個目じゃあこれ移しますか。はい、オッケー、いい感じ。よーしーく、ロケマッサーロケマッサの鍋元を僕はおーい、あいつはやばい。普通俺やけどするかと思った。マジやばい。じゃあ食べていきますか。初土鍋でのおかゆ、はい、よし行こう。どれやろ、炊き込みご飯みたいな匂いする。ちょっと、まあ、多分白だしの影響ですよね、はい、いただきますか。いただきます。いただきます。うまいうまい、うん、うまい。特殊なおかゆやなんか。でパスタも全然いけるな。味はバッチリ。実家の比べてどうですか。もっちもち感の方が違う。もうちょっと食べやすいよ実家の方は。これはこれでありっていう、うん、のち米っぽい感じ、うん、のりを聞いたのこれ隠し味って感じやな、うん、梅干しとか入れたらもっとやばい。じゃあのしかー購入します。梅干しめっちゃうまいやつ。一個くださいよ、ひかりさん。もちろん全然いい。早いもがちみたいな。明治でも食えんじゃん梅干し。苦手っす。うまっ、めっちゃ合う。革命的なうまさ。これうまっ。梅干しとの相性抜群。家でこんなん自分らに作れるようになっとるってことすごくない。マジ考えへんやん。コメント欄でもあるけど、ほんま料理ができるなって言っとるみたいな。成長にビビるもん。すごい成長速度だよな。横道クッキングもそういう感じやな。横道クッキング早見、横道それるから。そう、毎回それてまうから。横道クッキングフュージャリングカレモン横道って言わんでもいいの別に。じゃあ、え、そうや。結構主婦のあてでは俺も横道さんって言われとるから。じゃあ俺横って呼んでいい。いや、やめて最近ついた異名、鉄人横道。かっこいいやん、鉄人横道は。料理に鉄人みたいな感じだ。俺が考案したこの金本スタイル、主婦だけでバズっとるらしい。主婦があれでバズるんや。若者のあれでじゃなくて、うん、子供たちに、今日金本するからねってお母さんが言うみたいな、うん、金本してくれるみたいな。で、子供が集まってきて、そう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 、掘り込む掘る。そうそうそう、だからほんまに家族とのコミュニケーションの輪が広がったみたいな。来るんや、環境というか。もう結構来るな。帰らせたいっすね。流行っとるってだから流行っとん、話しよったさっき。流行らせたいっすね、流行っとんやって。さん、女友達とか言っとったらいや、俺いないんで。え、どういうこと。女友達あんだけなんか俺は全然いますよ、前さんと違って。あれ、嘘やったんや。お前、ほんますぐ嘘つくな。いや、何言ってるの。いや、マジで。いや、いますよ。いや、そう、女友達教えてあげていいじゃんって言ったら、ちょっと料理とかするんやったら、金本最近帰っとからやったら、言ってた。ちょっと、なぁ、見に。OK、完食。ありがとうございました。うますぎ。あー、おしかった。まあ、あとはこれをプライベートの時2回ぐらい繰り返せば土鍋完成するみたいなんで。火からまだ割れてない。洗ったらこの中とか切れちゃってるじゃん。あ、まあ、これの鍋が完成すればもっとおかゆ以外の料理挑戦していきたいですね。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。
ッケー、じゃあちょっとこのグループ分けしよう。ん、片付ける人。はいはい、はい、いや4人やってグループ分けならへんやん。何のグループ分け。いやいや、じゃあまあ、じゃあ、いや片付ける人。はい、じゃあ俺やめとくわ。うん、中間さん、片付けていい。いや、いや2-2に分かれるんですよね、もちろん。じゃあもう一回、もう一回、じゃあ言っていい。あ、はい、一回とりあえずグループ分けやから、うん、じゃあ片付ける人。はい、じゃあ一旦俺片付けるから。あ、じゃあ俺やるわ。いやいやいや、それだからマネとかされたらどっちか分かれなかわけやから、もうどっちかでよけ。じゃあもう一回行くで、はい、じゃあ片付ける人。あ、じゃあ俺が。あ、じゃあ俺も行くよ。はい、オッケー、これでじゃあ分かりました。はい、じゃあ俺ら片付けとくから、うん、あのお粥あと2回作ってもらうからそれで片付けも一緒で最後まで。まあお粥ね。いやだから1回目の片付けは、うん、だから一体だから片付けというか、だから2回目も今から作るから、もうそこに置くだけやから俺ら。あとは2人でまずもう一回お粥作ってもらったらグループ分けやから。あー、まあ、いやそりゃそうや、普通に考えたら流れ的にグループ分かれるって言ったんやから、うん、片方だけ何もせえへんと思わへん普通いやいやいや、そりゃそうや、うん、違うん、まあ、うん、まあこのお皿とかは洗っとけ、きっちり片付けやから。まあまあ、まあ、これは次も使えるように洗っとけ、うん、でもこれは別にもう軽く洗ったらもう流して終わりやから、もう一回お粥作ってもらって、うん、オッケー、じゃあやろうか、じゃあ頑張ろうぜ。ちょっとお腹痛いっす。やばいやばいやばい。ちょっとお願いします、あと。